皆さんこんにちは。湘南美容クリニック AGA 新宿院院長の笠井です。本日はアルタスのダブルニードルシステムについて説明させていただきます。アルタスで植毛ロボットには、ダブルニードルというシステムがありまして、鋭いインナーニードルとドンナーアウターニードルの組み合わせになっています。インナーニードルが皮膚の表面だけを貫き、その後でアウターが深い部分を回転しながらくり抜きます。そのため毛根を傷つけるリスクが低くなっています。右画面がパンチの深さを示しています。このパンチを見ながらパンチの深さをアルタスが判断し、自動的に調節していきます。下向きの矢印はパンチを弱くしたことを示します。上向きの黄色い矢印はパンチを強くしたことを示しています。ダブルニードルシステムと自動調節システムがあることで、このアルタスロボット、植毛ロボットによって素早くそして正確なグラフト採取が可能になります。